ね、12日ということで、日付的には昨日かな。そうですね、ごめんなさい、火曜日か。火曜日のマイクですから、新鮮情報出てましたんですけど、そうですね、もう値段が高くて、まあ失礼な言い方ですけど、マイクレース、ちょっとこうですね、売り上げちょっと厳しいのかなっていう感じしたんですね。一応出荷内もね、出てます。まあ、先週ですけどね、出荷しております。カイジですね。カイジと、元 JR 東海の、朝霧。まあ、それが転属した富士山特急。で、古希6万と、もう引き取ってきました北総。そしてね、サザミヤカ賞50周年という感じになっております。一応ね、こちら出荷されてますんで、ご注意ください。そして、新鮮の行きましょうか。一応今回、ラインナップ的には全部で、8品目か。8品目になっております。まず左上から、懐かしの特急装飾で、王子を忍ぶわかんないけど、前面に旧車門付きの、2021年生と、いうことで、西鉄2000系、サントビラカ改造車復旧車、復刻旧車門と、一応6ルセットの値段が36,200円と、2010年9月末から10月17日、約1ヶ月間か、半月くらいか、の引退まで、往年の、二度ベルジラを発作する旧車門付きのった、2021年生、その動力をハイフリー変更して、前面ガラス、前面装飾部品の、構造を見直し、よりスッキリ省エネに改良した、西特急、急降下。まあ、こちら繊維化と。まあ、そうですね。なんか、面白い顔してますね。意外と前面って二分割とかさ、運転台の方が幅広く取るって言うんですけど、明らかになんか、ドデンピンピンですからね。面白いですね、この1対2対1っていう構造が。そしてこちらですね。扉が増えても輝きがあらない急行用 2.4、2000系ということで、まあ、その、やつかね。一応、これの復刻車門がつかない。一応こちらですね。車体調理の扉を閉じ、西妻から貼られた1900じゃないか、俺が生まれた年後の姿ですね、かと。2031車の動画に大型の弱冷房車行き、2031号車。あ、戦闘車になるんだ。珍しいですね、戦闘車が弱冷房車って。で、こちらもね、動力をフライに変更して、まあ、あれですかね、長寿男が同じく3万6000円と。まあ、鉄これで、西鉄だと、そうですね、まあ、西鉄だとあれか、5000系だっけ、今で言うと。まあ、その辺の3両編成とか2両編成とか、いろんなね、鉄これが出てますんで、まあ、そうですね、悪くはないかなとかですかね。うん、そうですね。悪くはないかなと思うんですけど、全くもって知らないんでね。俺、これ見た感じ、なんか似てるなと思ったら、これ、カバに似てるんですかね。なんかすっげえ背中だけど。なんかカバっぽい見た目してるんですよね。そして、こちらですね。ここのニトビラ、金庫型新造車、晩年の姿で線化、N1187417系、東北地域色、床下グレー、3両セット、お値段が約2万円と。N1183、そして84、2010年9月に元にしたバリエーション全品、フライフル付き通りに改良されて、仙台地区に活躍する417系の床下がグレーに貼られた、まあ、ですかね、郡山、まあ、出場タイプで、晩年の姿と。営業離脱後に、訓練車としても活躍した計4編成がプロタイプなんで、そうですね、まあ、その辺は、まあ、訓練車のインネタ買ってお好みに合わせてくださいって感じなんですかね。そしてこちら、懐かしのローズピンクはイベントで復活。こちらも A1 じゃないですかね。それをバリエーション全品ですが、阿武隈急行 A417 系の国鉄カラーの。懐かしいカラーリングスで。こちらは2018年4月、阿武急全線開業30周年の、松井電にされた AT4181 を単編線化。イベントに際して、復刻された姿と、個性的なフォントの各種容器まで含めて再現と。で、ヘッドレッドライトを全面表示器、テントのライトが組み込みです。だから本席はね、走行しませんと。戦闘車で1両で走行したら不気味ですね。そして客車が1両ですね。徳路の系譜最終章、東急帯省略スロ62。スロ62、2052、これが、2009年のバリエーション繊維として繊維化と。側面細部の等級帯が、省略された、最晩年の姿。所属表記は秋田で、建設表記は、土作工場と印刷名と。で、実践属してグリーン車マークはやや大きめの印刷で。まあ、ですかね。さあ、すごいのがこれ。あれ？これさ、値段変わった？なんか客車、あれこれさ、一番最初マイクレースのさ、ポスター、ツイッター出た時さ、なんだっけ？あの、客車1両と、この雲屋の値段一緒って下がれなかったっけ？あ、ちなみにごめんなさい。マイクレースのツイッターから お知らせが出てます。富士山特急なんかリコールかかるみたいです。あ、なるほど。雲派と黒で屋根間違えたみたいですね。一応ボディの厚2月頃なんで、結構かかりますね。まあ接着剤でガンガタメですからね。一応ですね、各戦闘車の屋根が、誤って、ことが判明しましたと。で、一応、あ、一応ね、あれですかね。ボディ、ボディだけでも送ることができるんで、困るよって人は、ボディだけでも、まあ、送付ができるみたいなんで、お手数ですが、まあ、お電話にて受け止まりますね、これと。そうか、完全にあれか、やっぱりそうですね、マイクレース特有のこの、屋根一体成形なんで、それ見せたんですかね。まあまあ、しょうがない。一応ね、ツイッターの方で出てますんで、ご注意ください。ホームページの方でも出てなさそうですね。ちょっと待ってください。
あれでもあれだよね、確か一番最初にツイッターかなんかで値段出てた時と値段違くねえかな。なんか客車一両と値段が一緒って騒がれてた気がするけど。うん、そうっすね。一応これ、別の画像なんですけど、スロ80にお値段税抜きで8000円になってますんで、完全に値段間違えてたんですね。一応多分今、業者が発表してる値段が正しいと思いますんでね。一応気になる人はちょっと念ため、ご確認ください。一応ね、そんな感じで、お値段が、税込み6200円と。そして今回、雲や、西日本ですね。2種類がラインナップ変わっております。先週から、山木国、どこだかわかんないや。大海か。こちら、繊維番号 A8964、雲145、1106。所属表記が、大海の木と、どこ？京都かな、わかんないけど。台車がグレーになった1106万のバネンズ型。様々な車種の輸血をし、ゴムタイヤなしの、仕様の動力台車を装着と。まあ、そうですね。103系の、まあ、模範率とか、まあ、伴走車代わりってやつとか、まあ、381系とかもそうですね。そういう感じになるんで、まあ、ゴムなしか。そして同じく8996、こちらのクモ145の1201。これがパントグラフが、型がそうですね。完全になくなってスキルしますね。なくなった、一気搭載と。で、その分、静電アンテナが設置された交流区間の、走れる。まあ、1201番ですね。で、こちらも、所属はキットと。で、台車がグレーになった記念素型で、相当進撃する車はダミーカップラー装着。で、こちらもね、ゴムタイヤなしであると。ん、交流区間も走れる。珍しいですね。へぇー。ちなみにさ、ごめん、近畿都ってどこ？多分、大見市や京都の時にはそんな感じだと思うんですけど。ああ、京都で合ってますね。うん、一応、近畿都って調べたら、やっぱり京都総合運転所とか京都車両所って出てくるな。あ、なるほど。近畿統括本部で、キトになるんだ。へえ。一応、所属的には、まあ、京都総合運転所。あとは安田派出所で、米原。あとは、まあ、そんな感じなんですかね。まあ、京都市で見ると、亀山の派出所とか、結構範囲広いですね。なるほど。まあ、京都だったのか。まあ、そんな感じの、ごめんなさい。雲屋が2種類なんですかね。というわけで、じゃあ、そうですね、一応、さらっと見ていきましょう。じゃあ、まず床下グレーから。今回そうですね、2種類ですね。1978年に仙台地区の普通列車の電車目的所として417系。通勤時の混雑が目的に、キハ47に座、両開きに扉、黒身体が特徴と。415円重要なメカニズム、硬直流電車で体幹体質構造されたため、電動車の運転手後部と各車単に主電動機の、まあ、冷却の、まあ、あれか、技術が設置されたんです。5編成15年に制作されましたが、同様の車体構造は、急行電車改造の413系と、713内車などで採用と。80年頃から順次冷房装置の搭載と、90年頃から車体塗装が白地に緑色の、東北地方車軸に変更。電車は仙台地区にて、東北本線仙台坂地区が2007年4月をもって撤去から引退と。で、JR 線から引退後、3列1本が僕も基本上され、ラッシュ順に活躍。そして、僕の運用の終了後もしばらく押されており、2018年の全世界30周年において、ローズピンクの影響で、来場者を驚かせました。で、そのうち今回はこちらですね、仙台地区を中心に活躍された417系の、郡山、で出動した、まあ、万年姿で戦火と。まあ、営業列車の訓練車としての活躍した KO 編成がプロタイプ。なるほど。まあ、そうですね。ここの2扉は均衡型新造車万年の姿。相変わらずのキャッチコピーですね。そしてこちらの懐かしのローズピンクでイベント復活と。てか、まあ、随分綺麗に貼られたよな。マスキング車っすね。すごいっすね。しかも床下も綺麗にグレーになってますんで。これすごいっすね。まあ、ただ、そうですね。これ先頭車一度だけでもね、買う人いるんですかね。すみません。俺さすがにそこまではわかんないですけど。まあ、だから、まあ、そうね。そう考えたら、まあ、トミックスも、あれっすかね。戦闘シミュージアムかって感じで出てますんで、まあ、マイクロ S からも、まあ、それを即したまあ戦闘シミュージアムっていう感じになるんですかね。まあ、個人的にはそうですね、悪くはないですけどね。まあ、ただお値段が3両で、そうですね、まあ、2万円。どうなんでしょうね。まあ、ハイグレードに比べたら、ちょっと高いのかなってことですかね。ハイグレードの115系っていくらだっけな、まあ、あと58、ハイグレードで475系か。多分ね、475系でも3両でね、2万しなかったはずなんだよな。どうだろう。ああ、そうですね。やっぱり2万はしないっすね。475系。一応、北陸本線の青色。これ先月発表されたやつだと思うんですけど。ごめんなさい。ごめんなさい。再来月っすね。に、あ、再来月の11月に発売する475系の北陸本線青色。まあ、これハイグレードなんですけど、お値段が税込みで1万、約8000円という感じなんで。だったらいっす、あ、そっか、417系って鉄コレでしか出てないやつなんですよね。だからまあ、子会社から。そうですね、トミックスから出る分には期待してもいいのかなと思うんですけど、まあ、そうですね、あんまり東方面管轄外なんで、まあ、ちょっと気になる人はね、見ててくださいと。そして、あ、ごめんなさい、ケーキはないですな、ちなみにケーキも出ますんで、こっちください。西ですね。
こちらが西鉄。1907年か74年なんで、今からちょうど50年目か、製造された大型線の特急電車。車体は片面両開き2つ扉で、トイレガニ入社式の開閉窓がなりますと。車内はダフ機を除き、点火会社の並び、冷房が登場時か、搭載の高いコンディションを購入したと。京急の2100のご先祖様みたいな感じですね。あ、確か2000系か。全面は非貫通で、全面窓遠かる、装飾が一体となっている斬新な形状になりました。そうですね。これ珍しいですね。その後、さらか、まあ、1000系1000系から0度にされて、高速線路と快適さで整備したと。で、高級な1000系とも伴い、急行の拡大改造が行われて、8時から車体調に扉が増設。また97年からは、CI マークドに伴い、全面に施設ロゴが貼り付けられ、多分、どれ前面、あ、側面か。側面のところについてたんですかね。で、前面の、あれかね、旧車門も変更と塗り分け変更が行われた。ああ、そうですね。確かに塗り分け変更されたんですね。なるほど、ここの旧車門の間だったら、スイッて塗ったんですね。ただ、車番の位置とかは変わってないみたいですね。で、2005年から3000系の2号、2000系順位を減らし、2010年1月で、運用しようと。で、最後に残った2021は、引退して、まあ、9月25日から全面のみ、終了まで復元と。で、今回は、パンタグラフを従来線よりも時間でも変更して、まあ、西島が付けられた3扉の、まあ、改造後に使った線化と。で、全面から全面装飾も見えないし、よりスケジュールみたいに改良して、まあ、第3編成かな。で、線化と。第3なのかな、わかんないけど。まあ、第3か第4ってところですかね。そしてこちら、2010年9月末から引退までの、およそ半月の間装飾した、まあ、記念車と。一応こちらのパンタグラフ変更と、行き先シールにイベントの中でヘッドマークも収録しますので、まあ、お好みで、まあ、プラ板かなんかに貼り付けて、まあ、使ってくださいって感じですかね。で、同時こちらのフライフィールで、全面ガラス、全面装飾面の構造見直し、スキー車みたいに改造と。そうですね。まあ、お値段が6両で3万6200円と。ちょっと高いんですよね、やっぱり。そうですね。6両で3人、加藤で6両3人ってないですからね。今、加藤は大体ね、10両で3万。ああ、でもどうだろうな。最近加藤もちょっと値上がっちゃってきてるんで、あ、でも加藤って多分10両で3号ぐらいのはずなんですよ、今相場って。相場なんだよ。一応、今月発売の東海道線なんですけど、いくらだったの？そうですね、今月発売、ごめんなさい、来月ですね。来月発売の、加藤の場合、東海道線が、10両一撃で、お値段が、3万3700円。なので、まあ、加藤の10両の東海道線より、まあ、ちょっと若干高いと。それで6両と。まあ、でもやっぱり西鉄ファンの方からしたらお待ちかねって感じなんですかね。まあ、今後、2扉の新しいやつも出るんですかね。まあ、ちょっと現状わかりませんけど。そして、京急と。今回の京急、一般塗装の繊維化で、出ますと。まあ、確かにちょっと前にね、ブルスカのラッピングとか、新パ出たっけな。何年か前に、4両編成がリコール食らった時に確か出てるはずなんですよ。6両、あ、8両編成の。そうですね。ちょ、こちら2015年1分に開始された、アイアランテナから、ごめんなさい、エサランテナ、更新となって、エサランテナが設置されてる。まあ、これですね。この、ちょっと種別の間にある、これですね。このポコンとしたやつがエサランテナです。で、全面スリットナンバー、そうだな。SR アンテナついて全面スリットナンバーって言うと、俺切れるぞ。こちらですね。SR アンテナが搭載された現在の姿、そして、側面の、ね、トップグローブ、まあ、ドア横ですね。追加された車番も沈み、小制御機、SIV ともに東洋電気製の床板部品を装着した、第3編成の603番の、京急600系が繊維化。まあ一応そうですね。まあ側面、トップグローブに追加された車番ってことなんで、まあおそらくはね、今現在のダイヤ改正っていうのがメインなんですかね。まあ例えば、快特とか特急とか。まあでも、京急の600系の、あれ ?600 ってどっちだっけ？あ、そっか、600はあれだ。一応、600の場合って、前面は、あれお前、前面 LED だよね。確か、京急の600って前面 LED のはずなんですけど、ちょっと待ってくださいね。あれおかしいな。これ、だいぶ画像古くね。あ、そうですね。京急の600、前面 LED ですね。ちょっとごめんなさい。汚い画像にしたいですけど、一応こういう感じですね。これが今の京急の600です。前面が LED という感じなんで、これ、いつの画像幕式の 600? あれでも、もしかしたら、603だけ幕式的に残ったとかあんのかな。ちなみに、車番は2ですからね。まあ、いつの時代かわかりませんけど。まあ、でも、あれですかね。おそらく前面が LED 式。で、側面とかも、あれですかね。今の特急運用。まあ、なんつうのかな。A 快特が、A 快特と、H 特急。な、この、まあ、20、まあ、10分間隔の、まあ、高温点って感じの、おそらくあれになるんですかね。まあ、だから、行き先的にも。まあ、青戸とか高砂、どうなんだろうね。まあ、まあ、でも、種別的には、快特、特急、急行。多分ね、普通はない。あ、でも、どうだろうな。都営線内とかさ、まあ、京成線直通となると、まあ、快速とかになると思うんですけど、まあ、行き先気になる人、まあ、こっち行きましょうか。行き先気になる人はね、あ、ごめんなさい。あ、そっか、俺、富士川シェル入ってねえのか。ちょっと待ってくださいね。富士川シェル、ちょっと待って、俺、スマホに入ってるんで。
藤川からはね、LED 式の方向膜と側面膜式出てるんですよ。ちょっと待って、これ見づらいんですけど、これ藤川なんですけど。ね、確かに、京急の600用は、ね、あるはずなんで。一応、京急の600用で、大井崎短いように全面だけ欲しかったんで、買ってあるんですよ。ちょっと、今、別のところにしまっちゃってるんで、品番わかんないんで面白いですけど、京急1号線、1号線、1号線。あれ、1号線どこだ？あれ ?1 号線どこに見たの？あ、これか。1号線。この中で時代設定によって違うんですけど、京急600、600。多分この辺かな？多分これっすかね。2003年からちょっと違うな。LED 式って、でもこっちでいいかも。ちょっと待って、そこね。あ、これでいいや、これでいいや、これ一番楽だ。あ、2003年。可能性的にはこの辺だと思うんですけど。あ、これですね。一応600型、2100型、新1000型の種別行き先膜、で、2022個の新駅名対応なんで、まあ、逗子葉山になったあると。で、まあ、こんな感じですかね。で、もし仮になんですけど、まあ、例えば京成線内直通。まあ、今で言うとダイヤ回し的には、まあ、特急で、例えば三崎口とか、押上、青戸、高砂。で、海徳も同じく。で、あとは、まあ、エアポート急行。エアポート急行で羽田、逗子、葉山、まあ、あとは品川方面、印旛、日本で行き、まあ、まあ、運用的にも少ないですけどね、京急車は。まあ、あと、まあ、都営線内、まあ、普通列車で青戸、高砂、押上、まあ、もしくはね、あ、あるか、西馬込みか。西馬込み入ってるよね。あ、そうですね、一応西馬込み入ってますね。普通列車に西馬込み行き。あとは、まあ、快速線で、まあ、快速さくらとか、まあ、成田空港とか、まあ、あとアクセス特急とか、こういう感じになりますんで、まあ、せっかく見ますよね、世田谷市の線のせっかく安いんで、こんな感じですね。一応1枚で600円。で、まあ、4両分なんで、まあ、2個買って、で、ついでに失敗したときに3つ買うことをお勧めします。まあ、それでも1800円なんで安いんで。で、全面が1800円。1800、こっちか。1800円、置いておく時期一緒ですね。で、こちら運行番号は2015年の、新駅決めたようで、まあ、これですね、LED 式のやつと LED 式の表記って感じで。で、まあ、京急600円のいいところっていうのは、まあ、あと側面と、種別が一体膜ですけど、切り刻むことができるんですよ。まあ、本当に1500円みたいに別枠だったら分かるんですけどね。で、こんな感じですかね。一応、各種別、特急とか、快速とか、まあ、急行とか。こんな感じですかね。まあ、あと、事故った時用の浅草橋とか。まあ、人身事故とかね。まあ、そうですね。人身事故はあんまり起きていいもんじゃないですけど。まあ、上岡とか、まあ、堀之内とか。多分ね、堀之内始発だったらなんですけど、堀之内行きの定期代用ってそんなないんですよね。まあ、桜駅だったらまだちょこちょこありますけど。そうですね、そんな感じですかね。まあ、上野成田はもう今ダイヤないですけどね。まあ、あとは、これ、一応、行き先共通なんでね。8両編成ですけどね、台線も可能とかね。面白いやつもありますんで。一応、こっちもね、これどうなんだろう。これ、まあ、これ1枚入れそうですね。まあ、基本的には、まあ、予備込みなんで、まあ、2枚買っといてもそうはないかなと思うんで。もし結局は、まあ、藤川市のせっかくおすすめかなと思って。でも、俺今回ね、京急の600系、そうなんですよ。俺、京急の600って、8両編成持ってなかったんですよ。まあ、4両編成だったら、ジャンクの2セット持ってるんですけど、まあ、さすがに高いんでね、グリーンマックスより高いんですよ。グリーンマックスがね、一応2年ぐらい前かな。1回京急の600系出してるんですよ。その時の車番ちょっと覚えてないんですけど。確かね、税込みでね、あれ、今回いくらだっけ？多分税込みで44だっけ？あ、そうです。税込みで44です。確か前回税込みで38ぐらいで出てたんですよ。ちょうどね、2年前の今頃かな？多分出てくると思うんですけど。600、600。あ、そうですね。一応出てますね。更新者8両先生。ちなみに2年前の今頃。まあ、あながち間違ってないですね。今頃って言っても20からですけど。まあ、税込み挟むはずね。という感じなんでね。まあ、おそらくだからですか、2021年なんで、まあ、ちょうど2年経ってるんで。まあ、そろそろ、あれですかね。一応あれ、シャボンかぶってね。 まさかのシャボンかぶりましたね。ああ、マイクロ喧嘩売ったんだ、GM に。やめといた方がいいぜ。それはちょっと無難に事故だと思うんですね。一応ね、こんな感じですかね。まあ、グリマックスまで行くと、まあ、種別、後ろ側と運行番号さんに来ると、こんな感じで。という感じなんでね。そうですね。だから、まあ、グリマックスの場合は、まだあるかね。2年前発売なんで、側面のこのドア横にね、シャボンがついてる時代なんで、まあ、これもね、一応、世田谷市長センターから、インネット出てますんで、俺買ったんですけど。あれ、京急の600円って買ったっけな？買ってまだ貼ってないか貼ったかな？ちょっと待って。京急の600円だったらすぐここにあるんで。わかんないですけど。無理やり貼ってますね。ちょっと待って。これ俺が貼ったやつなんですけど。こういう感じで、基本的には、横浜寄りかなんかにこうやって、シャボン貼るんで。一応、まあ、グリーンマックス持ってる人も、このインネット貼れば、まあ、例えば今のその、まあ、なんていうの、昔のロットでも、まあ、シャバン変えたりしながら、まあ、さすがに床下交換はね、無理ですけど、まあ、シャバンぐらい変える程度とかだったら、全然ね、いけると思いますんで、大規模な更新工事されたら話だろうがですけどね。だから基本的にはそうですね、グリーンマックス残ってれば、まあ、まだグリーンマックスはことをお勧めします。特に世田谷市の線で結構安いし、
まあ、貼り上手なんで。まあ、一応でもただ問題なのが、まあ、ちょっとお値段がちょっと貼るんでね。一応3枚、まあ、2枚買って、1枚予備っていうのが、そうですね、まあ、おすすめかなって感じですね。一応こちらケーキ。そして、次が、客車か。客車ですね、こちら。まあ、1980年か、11月の上野口旧型、客車は全、運行全般ですね、翌年の廃車と。結構早いんですね。青森運転所、秋田地区で、秋田区配置で配置。で、こちら、徳野の系譜最終章、東急五部省略する60人。まあ、正直に言うと、これ1両かってどうなるんですかね。ごめんなさい、あんまり知らないですけど。まあ、オハ60系。何かそれって、大正由来の木造客車の大爆流ですかね。なかなかパワーワードだよね。まあ、そんな感じですかね。まあ、これ続けてください。旧型系譜すぎ知らないんで。いかりやく。で、最後、雲ですね。で、ごめんなさい、雲屋だけなぜかダウンロード容量が大きすぎるだけなく、なんか動かなくなっちゃったんですよ。他の人ってこういうふうにダウンロードが入手されてるんですけど、ちょっと雲屋だけね、現状にもデータが出ないんですよね、なぜか。何が原因なのか。一応ね、この 62.52 で止まっちゃうんですよ。何か多分ね、業者の方のこのデータにエラーが起きてるのかなっていう感じがするんですけど。ごめんなさい、ちょっと熊45だけデータ出ないんで、まあ、基本的にはこっちで出た代用のやつがそのまま出るだけなんで、ただちょっと細かい内容とかね、あっちの方が見やすいんで、ちょっと出したかったんですけど、ごめんなさい、現状出ないんで、見ちゃうか。そんな感じですかね。一応熊45ごめんなさい、データ出ないんで、ちょっと、スマホの方だったら出るかな。ちょっと待ちください。まさかのスマホの方だったら出た。なんで？原因こいつかな？これ、雲屋だけこっちのダブルってるんで、こっちで行きます。一応こういう感じっすね。まあ、先週から山帰国。まあ、お引越しと。まあ、静電アンテナついた。この辺。一応、交流間で制御車で使用できるように肩がんぱな代わりに、静電アンテナついたのが、雲屋。145,201と。そうですね。で、電動機交換で、まあ、プラス1000番で出されて1201になって、近畿地区で、まあ、検証するんです。まあ、交流区間行くことなんてあるんですかね。まあ、どうなんだろうね。京都の車両が交流区間ってことは、まあ、湖西線方面とかになるんですかね。わかんないけど。結構面白いですね、これ。まあ、あとは、そうですね。一応こちらも、まあ、台車ぐらいになった。だからまあ、基本的には、だから、そうですね。今の奈良線とか、まあ、どの辺かちょっとわかんないけど、まあ、京都なんで、おそらくあの辺なのかな。まあ、近畿地区と。懐かしいですね、こういう感じ。まあ、雲は俺結構好きなんでね、もうおすすめかなって感じですかね。一応、データ出た人にちょっと確認してくださいって感じの、今回マイクレス以上、8品目ですね。まあ、そうですね、ちょっとね、やっぱり、まあ、ちょうど今日発表されたトミックスに比べるとお値段やっぱり張るしって感じで。特にやっぱりちょっとそうですね、まあ、今後消費税がね、まあ、値上がる可能性もちらほらという話が出てきてますんで、まあ、そうなっていくとね、ちょっと一番最初にポシャリそうなのがマイクロって感じですかね。一応、興味がある人はね、一応ホームページの方ご確認ください。一応、この後にちょっとトミックスの取り出てますんで、お会いしたいと思います。で、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。